皆さん、踏み込めです。浴衣をせっかく着ましたので、浴衣を着たままちょっと一曲演奏してみたいなと。今日は新潟の民謡ではなく高知県の民謡をやりたいと思いますが、高知県といえばこの曲しかないですね。よさこい節。四国もたくさん民謡ありますけど、香川県はこんぴら船舟。簡単に弾きますね。歌やりますか。これが香川県の民謡。徳島県の民謡は阿波踊りなんであんまりないな。よさこいの三味線ちょっとやってみましょうか。行きに行きますか。高崎新作。今までなんで出してくねえかな。どうですか、よさこい節。ちょっと低くやろうか。俺がやろうか。下手だけど俺の声に合わないの、高いから。土佐の高知の播磨屋橋で合ってる、うん、気合ってる、合ってる、合ってる。どう、いい、まあまあいいじゃん、素敵だわ。こんなのは色っ気ですから、はい、じゃあちょっと 一口やってみますよ。あんまりやりませんからね。朝ですから声出ませんのでとさのめっちゃ赤いやないか。あー面白い。トサノデーヨン。わーってできん。トサノ高知の播磨屋橋で坊さんかんざし買いよたよさ。あ、顔を見たらもあんだけど、顔寄ったってもあんだよ。そうなんや。ちゃちゃ入りましたね。顔を見たでしょ。それ普通やから。まあいいや、顔を見たでいく。いろいろあんだからね、登山弁。途中までよかったね。いい声です。これぐらいだったらできますね。もう三味線弾かないでやろうかな。なんだっけな、そう。
この歌詞は土佐の高知の播磨屋橋で坊さんかんざし買い寄った、買うのを見たっていう歌詞なんだけど、坊さんがかんざし買うのよ。これは秘伝の物語があるんだよね。そうなんだよね。ちょっと内容忘れたんだけど、叶わぬ恋のために坊さんはかんざし買ってるんだけど、皆さん人生にはそういう恋愛があるんですよ、どの世の中にも。だからその坊さんがかんざし買ったっていう、もう一回いきますよ。土佐の高知の播磨屋橋で坊さんかんざし買いを見た。どうでしょうか。何も言わないお前。土佐の高知の播磨屋橋で坊さんかんざし買いを見た。よさこいよさこい。こんな感じでいいでしょうか。さあ今日は着流しで三味線を演奏しましたけど、こんな感じですよ。どうですか。どうですか。いい感じでしょ。こう担いでだな。こう担いでもこうしてたら龍馬ちゃんがこうやったよ。どうやこう。どう。ほらどうすか。こんな持ち方してたらかっこいいな。かっこいいでしょ。これさ、次のポスターこれでいこうかな。次のポスター高杉晋作になる。いいですか。高知県 PR 大使みたいな。ここを入れてるからね。これはここにはピストルが入ってるらしいよね。あの構えがね、龍馬の有名な構えは、ここピストルが入ってるっていう噂もあるし、指怪我してから指隠してるって話もね、おそらくピストルじゃないかなと。こう向いてるもんね、ブーツって。これはちょっと高杉晋作なんで、はい、今日は踏み込め龍馬伝からお届けをしましたけれども、ありがとうございました。